今回の動画は永瀬拓矢王座と鈴木大輔九段と梶浦弘隆七段の師弟コンビに注目し、絶対王者ともいえる藤井七冠を中心に動く将棋界における勝ち負けの勝負事としての側面と棋士としての生きる道について取り上げます。梶浦弘隆七段は2020年の第33期竜王戦で挑戦者決定三番勝負まであと一歩のところまで勝ち進んだが、準決勝で羽生善治九段に敗れた。翌年2021年の第34期竜王戦では羽生九段にリベンジを果たし勝利を挙げるも、準決勝で永瀬拓矢王座に敗れた。その梶浦七段の師匠は鈴木大輔九段である。そしてこの二人の師弟と重要な関係を持つのが永瀬拓矢王座である。この三人の棋士はどのような関係なのだろうか。また藤井七冠を中心に回る将棋界において他の棋士はその圧倒的な強さにどのように向き合うのか、また向き合うべきなのか。そこには将棋棋士という勝ち負けの世界に生きる特殊な職業ならではの棋士としての生きる道が問われる厳しさが垣間見える。そこで将棋世界2023年9月号に掲載された師弟梶浦弘隆七段鈴木大輔九段の対談記事の中から、師弟のトークとともに両者と重要な関係を持つ永瀬拓矢王座についても注目し、抜粋再編集し配信します。 This program was made possible by the Corporation for Kuberu Knowledge Academy and by contributions to your design studio K channel from viewers like you. Thank you. You're watching the Design Studio K YouTube radio program. 棋士の永瀬ですが、もしよろしかったら将棋を教えていただけませんでしょうか。13年ほど前、当時4段だった永瀬拓矢は棋士になってから1年経った16歳の時、鈴木大輔に電話をかけた。勝俣七段から連絡先を教えてもらったのだという。鈴木は言う。最初は断ったんです。周りの奨励会員から彼はストイックすぎて付き合いは悪いし将棋が受け一辺倒で絶対攻めてこないと聞いていたからです。私は自分の得るものがない相手とは VS はやらない主義です。だから電話をもらった時は面倒だなと思った。でも熱心に何度かお願いされて一度指してみることにしたんです。強いとは感じませんでしたが、将棋をなめているようなところはなかった。それで続けてみようかと言ったんです。鈴木は1994年に20歳で四段昇段。才気あふれる指し回しで1996年度の年間勝率1位賞、連勝賞、新人賞を獲得し、第12期竜王戦7番勝負、第7期棋聖戦5番勝負で挑戦者になるが獲得はならなかったものの、棋戦優勝2回、2003年 A 級昇級の言わずと知れた強豪棋士である。近日は将棋と麻雀との掛け持ち、二刀流で D の流儀というタイトルで YouTube の配信を開始したことでも知られる。鈴木に対して棋士としての憧れを持っていた永瀬であるが、四段の立場からトップクラスの棋士に対して VS を申し出ることはできなかったという。道場で居合わせた際にその場のメンバーで夕食に行く機会があり、永瀬は鈴木と初めて同じ席に着いた折に、永瀬は人生を変える一言を鈴木から言われた。鈴木先生から叱咤激励というか、今まで言われたことがない厳しい言葉をいただきました。とても口にできないです。笑い。格闘家同士がお互いを煽り合うトラッシュトークみたいな。先生も酔われていますし、立場も違いますが、自分としてはそれでメラメラと燃えるような気持ちになれました。やはり10代でのうのうと生きていると刺激がないと変わるのが難しいんですよね。先生の言葉が起爆剤になったのは確かです。永瀬はこの数日後に鈴木に VS を申し込んだ。今でも鈴木と最初に指した将棋は戦型まではっきりと覚えているという。 VS を月に一度以上同じ相手とやるには互いに得るものがないと申し訳ない。でも鈴木先生には週の空いている日のほとんどを私との将棋に割いていただいた感じでした。昼ご飯も夜ご飯もご馳走していただいて、先生は食べるのも飲むのもお好きで、人生観というか将棋以外の価値観も教えていただきました。これに対し鈴木は次のように述べている。
普通は自分に3割勝てない相手とは研究会はやらない。相手の方が圧倒的に得るものが大きいわけですから。いつ切られてもおかしくないのに、梶浦とずっと指してくれている。私からしたら本当に財産というか、自分とやってくれるよりもありがたいことです。鈴木と永瀬の VS と研究会は、鈴木の将棋連盟の理事選出馬で終了した。その期間は約8年間にも及んだ。永瀬はその後、鈴木の弟子である梶浦に自ら声をかけ、月に3回の研究会を続けている。俺からもらったものは、弟子に与えてやってくれ。鈴木が会話の弾みで言った言葉を、永瀬は自分なりに受け止めた。梶浦がこれまでに最も多く将棋を教えてもらったのは師匠の鈴木と永瀬だという。そして、永瀬は、鈴木の弟子である梶浦に目をかけている。鈴木先生からは、冗談でモマに受けてもいいみたいな感じで言われたのですが、梶浦君、自身も活躍されていますし、将棋に対する誠実なところは昔から変わっていません。世代に一人くらいは本気でガチガチの真面目っているのですが、それが彼なのかなと。鈴木は梶浦に対して勝負感が弱いことを指摘している。他方、梶浦は将棋の技術に対する進歩を主張する。この勝負感と将棋の技術力について、永瀬はユニークな見方を披露している。それは自分も言いたかったことです。私は梶浦君の考え方も、鈴木先生のガッツや情熱、執念とかいうのも分かる立場というか、どちらもすごい大事だと思いますね。今は将棋ソフトの台頭でよいて、悪い手がはっきりしている。その中で同じような環境で勝負しているので、かつての米長邦雄先生、永世棋聖のようなタイプの棋士はもう出てこないのではないかと思います。私は米長先生が会長の時に将棋を指していただいていますし、お話も結構させていただきました。中原先生、誠十世名人にもお会いしたことがあります。自分からすると、情熱とか執念というのは中原先生や米長先生の将棋なんです。鈴木先生は米長先生の勝負術や人間力を見てきているから、その大切さを解くんですよ。でも梶浦君にはわからない。彼の言い分は、藤井聡太竜王を見ているからです。圧倒的技術に近づきたい気持ちがあるのでしょう。でも、どちらか極端に足りないとバランスが悪くなるので、梶浦君は師匠の言葉を真摯に受け止めた方がいいんじゃないでしょうか。鬼軍曹と呼ばれ、伊藤匠七段から将棋の研究に日々の時間のほとんどを捧げていて、自分はあまり真似しようと思わない、笑いと評されるほどの研究量を誇る永瀬であるが、将棋の技術力ばかりでなく、勝負術や人間力など、ガッツや情熱、執念を決して軽視しているわけではないことがよくわかる。鈴木、若手の中で、この人は絶対に A 級に行ってタイトル取るって感じるのは、梶浦。それこそ藤井さんはずっと残っているんだろうなっていうのは分かって、A 級だとどうなんだろう、伊藤匠くんとか。わかりやすい天才だね。匠くんと藤本渚くん、四段は俺も一ファンとして見てるから、笑い。渚くん、スケール大きいと思う。そうですね。藤本くんはスケール大きいですね。藤井くんであったり、渡辺さん、明九段、広瀬くん、明人八段、結城くん、佐々木八段であったり、本当の天才っているんだよね。自分にないものを持っているって、見た瞬間からわかる。一緒にいてこいつにはかなわないって感じる相手っていない。それをあまり、鈍感なので。藤井くんが隣にいても感じなかった。多分俺なら藤井くんと一緒に将棋やっていたら、続けられなかったと思う。それか、必死で食いついていくと腹を決めるか。聞きたいんだけど、本当にタイトルに挑戦したいと思っているのか、上辺だけじゃないの、自分の本心なの。それは結構ずしりとくるというか。そこは家に帰ってからもう一度自分に、とりあえず青写真を作ることだよね。目標を立てていく。これは教えられるものじゃないので、自分がどこを最終目標に戦っているかということ。タイトルに挑戦して取ると言っても藤井君しかいない。そこに勝つというイメージ、青写真がどこから湧いてくるか。まあ人に言うことじゃないからさ。棋士人生は長いからね。長いけれど、仮にタイトルを取れないとして、それでずっとやっていくのもしんどいよね。
鈴木が梶浦に投げかけた今の藤井七冠を前にして本心からタイトルを目指すと言えるのかというのは、将棋棋士にとって人生のかかった相当重みのあるテーマである。このテーマについて永瀬は次のように述べている。その鈴木先生の言葉にうなずける棋士は10人いないのでは。でもプロとしてはうなずかないといけないんですよ。先生はそういう考え方のはずです。藤井七冠が圧倒的な技術を示してタイトル戦でも一度も負けていない。それを崩すことができるかというのはまず覚悟の話になる。先生としては挑む覚悟を持ちなさいと言っていると思うんです。覚悟というのは私としては結構簡単で、できていないのなら決めればいい。どういうことかというと、ただ全賭けするだけ。まずオールインの切符を、自分の人生を全部乗せますと言って改札に入れるわけです。そこが出発点になる。言葉にするよりも現実にはかなり難しいことだとわかりますが、それができるかどうかだと鈴木先生は聞いている気がするんです。自分も今年30歳になるので人というものが少しずつ分かってきましたので、必ずしもそれが正しいとは思いません。正しさではなくて、自分がしたいからオールインする。鈴木先生の言葉は、本当は梶浦君にそうしてほしいという願いからではないのでしょうか。将棋に自分の全てを投じる覚悟は、その後、棋士にどのような変化をもたらすのか。どうでしょう。でも覚悟することによって、今見える景色が違う色になることは間違いないと思います。ただ、本当に何かを得るということは別の何かを捨てることなので、それは人としてとても難しいとは思います。今回鈴木先生が梶浦君に厳しいことを言ったのを聞いて、自分は少し安心しました。先生はだいぶ穏やかになられた気がしていたので。自分が最初にお会いした頃は先生が30代半ばで、大先輩なので恐縮なのですけど、すごいとがっていました。それよりは梶浦君に言った言葉は優しいかと思います。鈴木、自分たちの時代は羽生さんがいたけれど、梶井の場合、一番の違いは年齢だよね。梶浦。はい、相手が自分より若いという。若い方は追いつけばイコール自分の方が強いということになるけど、梶井の場合は追い越すまでいかないとならない。年齢差だからね。その時どう考えるか。技術もすごいしね。俺はもう藤井君のことは語れない。自分の将棋の常識からかけ離れすぎちゃっているから。こういうのってプロにあるまじき発言なんだけど、俺は若い時からフラットだったから結構口に出してきたと思う。藤井さんは中終盤が特に強い気がします。際立っている。うまく言えませんが、トップの人が戦っている中でも抜けているんじゃないでしょうか。あれだけ勝つのだからそうでしょうね。将棋は8割勝つとなったら終盤が違う可能性が一番高い。講義に第一グループに食いつくだけなら AI を突き詰めるのがいいよね。あとは自分が何を目指すか。おそらく藤井君からタイトルを取るということになると、それだけでは絶対足りない。才能とかひらめきとか精神力とかに関わってくると思う。自分がわからないようなことを自力で見つけない限りはトップグループには追いつけるけど、トップにはなれない。一方でここまでやればいいというのもあるから、この先は自分で好きな人生を歩んでくださいという。希望としては将棋界にプラスの人間になってほしい。棋戦で活躍して将棋界を盛り上げるのが一番だけど、30、40歳になったら別れ道だよね。そのまま将棋で行くか、他の仕事をするのか、将棋界に携わってやるのか。大内先生もそうだったものね。基本戦は棋士だったけど、理事を長く務めて他の有識者と交流を深めたり。師匠ってみんな同じだと思うけど、弟子に幸せになってほしいからね、人生として。鈴木大輔九段のコメントには眼蓄がある。将棋棋士としての生き方について語っているようでもある。長い棋士人生をどのように歩むのか。最後に鈴木が梶浦へ発奮を促すコメントを紹介し、この動画を締めたい。鈴木、彼も段位が上がり、ある程度収入も安定して結婚もした。どこか落ち着いてきちゃっているし、こんなものかなって思っている節も感じる。今こそ何クソって気持ちを持ってもらわないと。師匠としてはもうどうにも葉っぱをかけなきゃいけない。努力していれば20代の時は2年に1回くらいは大きなチャンスがある。それが30代になると5年に1度、
40代になるとほとんどチャンスがない人の方が多い。そうやってくすぶっているうちに棋士はみんな腐っていくんです。自分が若手だった頃は将棋に強いものではなく勝負に強いものが勝つと言われていた。いくら研究しても勝てなければ仕方がないと。今みたいに AI のグラフがない時代だからね。同い年だと当然ライバル心だけで戦っていて、相手よりも少しでも活躍したいから努力するんだけど、結果を出す人が強いのであって技術なんて意味がないとみんな思っていた。結果、そうですね。ただ技術がないと結果も出ない気がして、鶏が先か卵が先かじゃないですけど、どっちかというと自分は内容を大事にしてしまいます。大体負けている人ってそう言うんだよ。勝っている人は勝ってから内容がついてくる。タイトル戦に出ているやつはすぐにタイトル戦の実力がつくけど、出ていないやつに限って力をつけてからと勝っている。違うんだ。渡辺さんだって最初に竜王に挑戦した時は森内さんに実力で足りているとは誰も思わなかった。下馬評なんてひどいものです。でもそれを若さの勢いで覆して1年2年と防衛している間にどんどん力をつけていった。出たいじゃなくて具体的な青写真が描けているのかどうか聞きたいね。棋士としての最終目標、それこそタイトルを取りたいという、それがその先だってあまり考えられないです。カジーは10年後には30歳か。仮にタイトルを取れるのが今から5年後としたら、おそらく保持できるのは5年もない。そうするとプレイヤーとして輝いている時って数年しかないってことだよね。トップ棋士を目指す生き方と普通の幸せを両立できるのかといえば、基本的にはできないと思う。自分がカジーに望んでいるのは、少なくとも5年は他にどんな楽しいことがあっても将棋に打ち込んで結果を出していってほしい。トップを目指すか目指さないんだったら自分の中で割り切ってやった方がいい。嘘をついて頑張っていますとアピールしても仕方ないので。この7月で28歳になったのですが、今は自分よりも若い人が次々に出てくる。そう考えると確かにあまり時間は残されていない。追い込まれている感じはします。それこそ年下藤井さんなんかを見ていると、ジャードをやって勝つかって。天才がひしめく華やかな将棋の世界は勝負ごとの世界でもあり、長い棋士人生をどのように成就させていくのかという問いに170人ほどの棋士たちは向き合うことになるようだ。That's kind of my thing. Have a nice day, and with the ongoing support of these individuals and institutions and friends of the Design Studio K YouTube radio program. This program was made possible by the Corporation for Kuberu Knowledge Academy and by contributions to your Design Studio K channel from viewers like you. Thank you. You're watching the Design Studio K YouTube radio program.